お祝いしていただいてね、ありがたいです。なんかみんなね、なんか優しいなって感じました。今日一日で1年分のなんか優しさ、いや一生分ぐらいの優しさをいただきました。ありがとうございます。ありがとう。なんか私本当になんか毎年、まあ去年は二十歳の年だったので、なんか二十歳になったって感じがあったんですけど、あもう大人だって感じだったけど、なんか21歳ってなんかそう実感するものがあんまり個人的にはないかったので、あもう21かって感じですね。ファンの方にも結構ね言われたんですけど、もう11歳でこう FKE に入ったのでなんか長いようです。まもきこさんから LINE 来た。なんかもう優しい皆様、なんか本当にありがとうございます。なんか20歳があっという間すぎて、結構あもうあもう11月ですか、あもう誕生日ですかみたいな、で気づいたらもう年終わってるわけでしょ。やばいよ、みんなに愛されて本当にここまで生きてこられました。21歳、ありがとうございます。なんか11月は本当にあっという間に終わってて、終わってないですまだ、でも違う、10日までがあっという間で、気づいたら誕生日みたいな。終わってないですまだ、11月は始まったばっかです。ですけど、はい。そう、栄駅の西改札口かなに広告、お誕生日広告を出していただいて、すごいなんかあのことできるようになったんですね。なんかちょっと前までメンバーがなんかマキコさんとかあとほのちゃんとかがね、そのなんていうの、やってるっていうか、なんていうの、のファンの方が用意してるのを見てたので、そうだからすごいいいなと思ったんですよ。だけどなんかまさか自分がやっていただけるとは思ってなかったので、ありがとうございます。しかもなんかすごい大きくて、実際11月の6日から11月の12日までかな、なんですけど、私ああいうの初めてなのですごい嬉しくて、あすごいハッピーバースデー、ありがとうございます。すごい嬉しかったんです。で行ってみたらめっちゃ大きくて、すごい優しいって、なんかこんなね盛大に、ただねこうみんなにもあるじゃないですか誕生日って。たまたま私の誕生日、たまたま なんて言うんだよ、でも本当になんか嬉しかったです。こんなにもこう生まれたことを祝ってくれる方がいるんだなっていう、ありがとうございます。タワー久しぶりに聞いた、本当だ久しぶりに聞いたぞタワー、ピッピリータワー、ありがとうございます。そうでなんか12日までなのでよかったらね、私が用意したわけじゃないんですけど、ソファーの方が用意してくださったので、皆さんぜひ栄の西改札口に行くときがある、地下鉄かな、あればもうなんかママが昨日か見に行ったみたいで、なんかすごい感動してました。うん、見
聞いたよ、ありがとうございます。そう、ハッピーバースデー。なんか母も昨日、ママここまで行ってあれですね、ママって言います、ママも昨日お誕生日で、そう11月なんかすごいお誕生日良くて、私の周りなんか友達も2人ぐらい、3人だ、3人789、いや8はいないか、いやでも親友、小学校からの親友2人もその間にいたりで、ママも育ったりね、あとリカさんもだよね。そう11月誕生日すごい、そうだからおめでたい月ですね、毎月おめでたい月ですけど、でもみんななんかすごい、インスタのストーリーとかにメンションしてくれたりとかして、なんかまだ全部見きれてないんですけど、なんかケーキ食べてたりとか、みんなで集まってたりとか、なんかすごい楽しそうにしてて、私はすごい嬉しいです。みんなが楽しそうなんで、私もすごい楽しく過ごしてます。生誕祭は少し先な、そう生誕祭はまだね日程が出てないんですけど。皆さんが来ればいいなって思ってます。まあ私が決めてるわけじゃないのであれなんですけど、何会える日を楽しみにしております。いただきますように、当たり。なんかでも本当に私今日結構食べ過ぎちゃっててちょっとやばくて、もうお肉なんです、すごいお肉なんかもうやばくてなんか誕生日だからって調子乗って今日めっちゃ食べちゃったんですよ。そう、まあ、いただいたものもあったんですけど、すごい食べちゃったのでもう反省です。いっぱい食べましたチートデイ。今日は許してくれますか。でもなんか母と一緒にお祝いみたいなのさっき言って、めちゃくちゃ美味しいハンバーグ食べたんですけど、プチお祝いみたいな、なんかすごいなんかいいなって、家族っていいなって思いましたねなんかこう何て言えばいいんだろうね、わからないんですけど、なんかこう誕生日一緒に過ごせる人がこうやってなんか近くにいてくれるのっていいなって思う。なんかでも私本当にファンの人と誕生日当日過ごしたこと多分なかったのかな、一緒に過ごしたことは多分なかった気がする、まあ、あったらもうごめんなさいなんですけど、そう当日生誕とかも多分やったことなくて、そうだからなんかみんながねこうやって今日イベントで会いに来てくれね、本当にありがとうございました。今日寒かったよね、今日めっちゃ寒くて、でもね本当たくさんの方が来てくれててありがとうございました。21やばいよね、21ってもう大人じゃないですか
二十歳の時見てたと思うんですけど、そうだからちょっと気を引き締めなきゃならない、気を引き締めて21歳歩んでいこうと思います。なんかありますよね、拳でみたいな。22歳かな、21歳、なんかわからないんですけど、頑張ります。21やばいね。なんかでも20代はあっという間、10代は長いけど20代は、20代からはあっという間、30代からでしたっけ、何だと、別に全然わかんないやだけどなんかあっという間っていいじゃないですか、とにかくまあ人生あっという間なんでそう、楽しく生きるっていう、ただそれだけですね。はい、なんかでも私が本当に入ったばかの時とか21歳って本当に大人だったから、自分がその年代に なるってなるとね10代は長い、でも自分が本当に10代じゃないのが未だになんかなんかすごい、あ、ふとした時にあ、もう若くないやってなるそう、でも今日この服は今日初めて着ました、可愛くない、ちょっと乳首短いのでちょっと上まで締めたらね、すごい、あ、短い短いってなっちゃうんですけど、可愛くない、なんか可愛いんです、これを今日おろしました。なんかごめんなさい、なんかツインテールなんてしちゃって、いやなんか違うんですよ、今日ポニーテールしてたんですけど頭が痛すぎて帰る時にツインにしてそのままなんですけど、許してください、誕生日なので。今日はでも全然写真撮ってないです、一旦ちょっと家帰って寝てめっちゃ眠たくて、眠たいっていうか、なんていうの、今日結構朝早かったんですよ、早かったからすごい眠たくて、ほのちゃんとねご飯を食べに行ったんですけど、ちょっとお昼ぐらいに、そう、その時も2人でずっと眠たい眠たいって言ってて、そうで家帰って寝て、からご飯すごい本当になんかね、やばい、今日本当に動いてないんですよ、だから本当やばいんですけども、許してください、誕生日なんで。15分経過しました、なんかこの照明がさ、なんでも、なんでも OK、 誕生日だから、私なんか別にた、なんか誕生日だからといってなんか特別なことをするわけじゃないんですけど、なんか話すことあるかな、あ、そう、今日は森蔵とキッコロに会えたんです、なんかね、私昔森蔵とキッコロのなんかケーキ食べたことあって、なんか本当に森蔵とキッコロで育ってるんですよ私。そうだから、あ、そう、愛知九博も行ったことあるし、
モリコロパークで7D2 でアイフェスやったのもねすごい覚えてるし、それですごい久しぶりに森蔵とキッコロに会って、いやもうめっちゃ癒されて、え、モリコロパーク行ったことある？記憶ないですけど、さっきママに聞いたらあるって言ってた。そう、覚えてないですよ、全然記憶ないです全然記憶ないですけど、そうなんだけど、そうで、なんかその時にすごい森蔵とキッコロがすごい好きだった覚えがあって、今もすごい可愛いらしくて大好きなんですけど、そうで、なんかキッコロが好きで、森蔵も好きなんですけど、森蔵はお姉ちゃんが好きだったんです。森蔵のぬいぐるみ持ってたし、キッコロの森もん？キッコロのぬいぐるみ持ってたんです。そうだからお会いできてなんか嬉しかったです、何年か越しに。そうすごいなんかね、キッコロがずっとなんかこけそうになってて、もう助けて、超可愛かったの。なんかずっともう前かがみでもこうやってもう可愛くて、なんかそれそれと逆になんかもう森蔵はすごいねジピジってしててすごい可愛くて超癒されました。うん、ラブ愛知このイベントだったので、やっぱラブ愛知ですわこう待ってたんですよ、もう前鏡にこうめっちゃ可愛くて超可愛かったそうナマズンは初めて会ったんですけど、あれだよね、なんかたまにトラックとかに映っていらっしゃるナマズン、ナマズンは色鮮やかすぎてめっちゃ可愛く、なんかずっとパレオエメラルドが BGM で流れてた時もずっと踊っててでも可愛かった。私本当に大好きなんですよ、こうなんていうの、キャラクターのこうキャラクターの方にお会いする、キャラクターの方にお会いする、なんていうの、なんて言えばいいんだろう、そうがすごいゆるキャラっていうのかな、なんかねそうそうだからすごい癒されました、とっても。あとなんか会場にワンちゃんがたくさんいて、もうめっちゃたわぶれました、いろんなワンちゃんめっちゃ可愛くて、なんかブクにそっくりな子とかもいて、あブクってなりながら、間違ったんですけど全然あとは、あ、白バイに乗りましたよ。まだ写真の受けてないや、そういえば。なんか、ほのちゃんが乗っけそうと思うんですけど。白バイに乗ったり、楽しい一日でしたわ、本当に。キャラクターで言うとあれですね。あ、でもまだちょっと。何でもないです。あ、くるみんがツイッターでお祝いしてくれた、かわいい、嬉しい。なんか本当に皆さん優しいですねふふ、誰からのお祝いラインが一番、あやかびょんですね。まあでも言うて私本当に私本当に友達少ないので、レイジに誰も来なくて、すごい寂しかったですけどあ、でももう全然いいです、全然いいですよ。隣にいたママも言ってくれなくて、うん、うん、でなってたんですけど、まあ別によしとしましょう。まあ私もみんながいるんで全然いやでも本当にみんながすごすぎて、
ババ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 ってね来るからすごい。いいんですよ私別に。うん全然全然いいです。だから私本当にこうもしだなんかここ SKE じゃなくなってしまった時にこれ本当に寂しいと思うから、毎年私が80歳になるまで0時00分にお祝いしてください。お願いします。お願いします。これ寂しいと思う私は本当に。私が80歳になるまでお願いします。みんなで200歳まで生きるぞー。いいだ。はい。ハッシュタグ浅井優香生誕祭2050とかもっとだよね。2065とか、いや違う15歳になっちゃう。2060とかだ。いや違うわ2084。え？やばい2080じゃない2083。そんなやばいでしょ。お願いします皆さん。私は寂しいので0時00分に誰かもピコンってならないと寂しいからお願いします。まあでもその時にはもしこうやめようこの話は。やめよう。来世でもお祝いしてください私のこと。なんかもう一個タワーが立ってる。ありがとう大都会ありがとうございます。転生してもお願いします。80歳になってもアイドル頑張りますね。じゃあおその代わり応援してくださいよちゃんとしっかり ね。やっぱファンの方がいないとアイドルになれないので。みんな面白いな。逆線高いですね。なんかでも私の顔ってすごい童顔なのかな。童顔って言われること多いんですけど、でも童顔の人って多分老けやすくて、だから多分この顔じゃないと思う。80歳もうなんかもうこんな顔すると、なんかもう全部垂れ下がってておーみたいな感じだと思います。逆にこうなんていうの、大人っぽいお顔の方の方が老けないってよく言うし、優しい、みんな優しいね。どうな、私でも好きだよって。ありがとうございます。もうねえ、
80歳の顔でスクショタイム、いや絶対嫌だ。あ、ブー君のあの音やってるわ。多分聞こえないと思いますけど皆さん。なんか今日前髪の調子がすごい悪くてすごい嫌だったんです。そうだからちょっとね、写真もあんま漏れなくてすごい嫌だったんですけど、なんか聞こえた？やっぱりなんか犬が反応する音を多分やってるんだと思う。そう、前髪長いんだよねやっぱり。ちょっと長いね今。切らなきゃだね。なんかでも今私髪の毛を、髪の毛ね実際に結構伸びたんですよ今。これで振ったら出てくるんですけど、結構伸びたくない？次にしてるか分かんないんですけど結構伸びたからそう嬉しいの。そろそろでもあのエクステ取りたいんですよね。うん、今の長さ地毛全然です。もうエクステなんです。まだそうここぐらいかな、エクステで伸ばすと。そうでもね結構伸びてきてますよ。でもこんだけ伸びるとやっぱ伸ばしたくなっちゃうね。21歳どこかでショートカットにできればいいなと思います。私本当にショートが好きで、ショートの女の子が好きなのでショートにしたいんですけど、でもなんかロングって可愛い、わからないですけど。ショートカットってどんな感じだったっけ、なんかでも結構こんくらいまで短かったんですよ。そうだからあんわけわかんないことになってるわ。でもとにかくちょっとねちょっとイメチェンしたいですね。私聞いてください皆さん、私今年の1月からずっとエクステつけててやばいんですよ出費が。出費がやばいんです。はい、エクステも高くてって感じなんですけど、そうだからなんかあんま伸びてないし、その割に1月からつけて、1月の時多分これぐらいだ、1年でもこれぐらいしか伸びてないわけですよ。ひどくないですか普通に考えて。そうだからもう切ってやりたいです。そう、地毛ね、なかなか伸びないんです。私本当に伸びなくて、髪が前髪は伸びていくのに後ろ髪伸びない。でも伸びてるんだろうけど分からない、あんま伸びないんですね。だからまあまた21歳のどこかでショートカットが見れたら皆さん喜んでください。私は本当に切りたいんですけどね今すぐに。でも可愛い、すごいロングも可愛いからあれなんですけどね。まあ結局あのどんな私でも好きでいてくださいってことです。はい、お願いします。ね、髪色をねどうしようねっていうね。今真っ黒で、そう今年は本当にずっと黒かったかも。最初の方はこう茶色かったけど今年はずっと黒いですよね。
みんな黒髪が好きなのはもうとても知っているのであれなんですけど、でも私ピンクあのそんなみんなが思うようなピンクじゃなくて、ピンク茶色い感じとか、あと紫茶色い感じとか、なんか2022年ぐらいにめっちゃピンク買ったんですよ、髪色が。そうやりたいんですけどね、なんかでも落ち着いた、すごい黒髪がすごい落ち着く。うん、インナーやりたいの。インナーなんかここの辺にこうさ、あのゆずぽが前やってたみたいなのもめっちゃ可愛いなって思ってたんだけど、青ね、すごいなんかみんな結構勧めてくれてる、嬉しい。青ね、青に合わなさそうじゃない、なんか私顔の色がちょっとオレンジっぽいんですよ、なんていうのこれ、イエベ、私イエベ春な気がするんですけど、イエローベースのなんかでもどっちもいける気はする。なんかピンク、やっぱ女の子ピンク好きじゃないですか。で私もまあピンク好きなので、ピンクも似合いたい、お年頃なので。でも今日はオレンジっぽい感じにしました。あれ私リップどこやったっけ、もう分かんないや、いいや。でもみんな20歳の1年も好きでいてください、もうただただそれだけです。いっぱいこうなんていうのいろんなアイドルがいる中で、あの自分を選んでくれるっていう、選んでくれたっていうのがすごいね、私にとってすごいありがたいので。だって今本当に可愛い子たくさんいるし、もうなんていうの、新しいアイドルさんたくさんいるし、の中でこう SKE を選んでくれて、私を選んでくれて、その中でもっていうね、本当に皆さんありがとうございます。ピッピリーパーから、あのずっと好きでいてください。もう私はもうとにかくあの頑張りますので、ね、そうなんで、なんかこうハートなんかそう尊い、ありがとうございます。そっか、10、14、15に、あ、いや15、16だ、いや14、15、15、16、14。すごい、みんなすごい、すごいです。皆さん、私がこのさ謎の数字を言っただけで何かは分かってくれたんだ。はい、そう、15、16日にあのオンライントーク会があるので、ぜひ、もう売ってないのか、そっか、もう売ってないわ、もう売ってないんですけど、あのお祝いしてください、お誕生日、あの全然お誕生日じゃなくてもいいんですけど、なんかちょっと話すこと迷ってるなとかだったら、お祝いしてくれたら私もすごい嬉しいです。15、16か、お待ちしております。と、
17日がスパフェス、そうそうなんです、プリマステラでスパフェスに出させていただきます。セットリストもねもう出来上がってて、ちょっと11月12月のシャッフル公演もあったりしてて、もう結構やばくてもう頭パンパンなんですけど、頑張りますので、絶対に見逃さないでください。そうそうだよね、なんかオンラインのこのさ感じって、こう実際会う感じとなんか違った緊張っていうの、なんかすごい本当に1対1っていうか、なんかオンライントーク会、このシングル系は私ありますよね、多分やったことあるけど、今回選抜メンバーだけっていうのは私初めてやるので、どんな感じかもわからないんですけど、そうロングトークっていうのが私も全然知らないんですけど、他のメンバーにいろいろ聞きつつ、はい、楽しみにしてるね、みんなと話せるの、ロングなんていうの、ロングトークオンラインロングトーク、何それ、ロングオンライントーク会、何落としたか忘れちゃったわ、待って、もう1個タワー立ってるんだけど、え、もうやばい、こんなにタワー立ってるとこありますか、アメリカとか、アメリカでももっと立ってるか、 なんだこれは、ありがとうございます。これテレビ塔で、こっちがエッフェル塔、これがは塔ってなんかあるよね、東京タワーにしようじゃん、スクショタイムないんですか、最後にありますよ、最後に最後に最後にあるので、最後まで見てください。テレビとテレビと夏いって、テレビ塔を今もうすごいことになってて、みんな知ってます、知ってますか、なんかすごいことになってるんですよ、なんかね、あの辺本当に外国人の方がたくさんいて、なんかもう映えスポットってなってて、あ、そうこの間なんかかのちゃん、野島かのちゃんがインスタに載せたカフェに行ってきたんですけど、そこがもうやばくて、え、なんか私東京のカフェかと思って、カモのそのインスタをこうしっかり見てたら、ハッシュタグにテレビ塔って書いてあって、びっくりして、え、名古屋なのこれみたいな、え、それで調べて行ったんですよ、そしたらね、たまたまそのテラス席が埋まっちゃってて、中で食べたんですけどご飯、そうだから次はお昼に行こうって、あの話をね、なんかピョンとほんとしたんですけど、めっちゃね、そうすごいんです、名古屋に来た際はぜひ皆さんお待ちしてますじゃないけど、あ、でもサンシャイン坂もめっちゃ近いから、そう、その縮小タイムの写真 X にポストしても全然大丈夫ですよ、うん、この間の握手会ではネイル見れなかったから、うん、来週みたい、私ね今ネイルしてないのね、そうちょっと空き合ってネイルしてないんですけど、ネイルしたい、来年はできるといいな。お店の人そう違うんですけど、そう名古屋ぜひ、今すごい久屋オードリーパークとかもすごいことなってるんで、ぜひ名古屋に来た際は。今何時ですか？
10時41分。なんかあっという間じゃない？一日。なんか私まだなんかさっき起きたぐらいなんだけど。さっき起きましたよ。でも最近あのハマってるゲームがありまして、あのポケポケめっちゃハマってて、あのもう携帯開いたらやってる。あのポケモンカードのあのアプリになったゲームなんですけど、ポケポケをずっとやってて、昨日もなんか昨日もね、聞いてほしいの、なんかもうバトルでミュウツーに勝てなくて、ずっとで3時半ぐらいまでずっとやってて、そうやっちゃってます、超楽しいそう、まあ、やってますね。課金しました。まあでも本当にそんなに、そんなにだから、そんなになんだけど、で結局ミュウツーに勝てなくて私本当に引きが弱くて、なんか私リザードンが欲しいんですけど、リザードン全然引けないし、なんかこうみんながさ言うさ、こうなんかちょっと折れてるやつとかもやって、もう全然出ないの、こんなに引き悪いことあるってぐらい、ちょっとね課金してるんですけど、はい、もうちょっと強くなったらもっとね話せるようになると思うんで、もうねデッキ多分なんか激弱、なんか私おすすめにのデッキにしたんだけど、あーでもなんかレンタルデッキみたいなのも使ってでも勝てないみたいなこんなことあるみたいな、そうめっちゃ楽しいですもう、うん、激弱なんで、もうちょっとこうピカチュウパックがおすすめの、あそうなの、なんかあのリザードンのあのキラキラ、こうなんかちょっと触ったらこうこうやって動くじゃないですか、あのカードがこうやって、わかります、こうやって動くじゃないですかそこがすっごいかっこよくて、リザードンのこう飛び出してくる感じとか、そう、それがすごい欲しくて、でもなんかリザードンには勝ったしピカチュウにも勝ったんですよ、だけどミュウツーにだけ勝てなくて、だミュウツーって強いんだやっぱと思って、そう、うわリザードン当たってる人いる、それあれ、あれに出してください、あのなんだっけマーケットみたいな交換できるやつ選んでなんか当てるやつ、もう本当に欲しい、全部揃えると見え、え、そうなの、チャレンジパック、チャレンジパック、だからちょっともう少しね、じゃあね今すごい楽しんでます、あのこう開けるのが、開けるのがねいいよね、そうっていう、こう最近のあのすごいなんていうの、新しく趣味みたいな、すごいカジケンのトリーディングカードみたいな感じあ、ねなんて言うんだ、でもまあまあその感じかな、でも私かんそのカジケンの時も、あの私じゃないけど目の前のママが私を引いたりとかしてて、結構引きよかった、多分引きは運はあるはずない、なんかあのヒロアカのくじとか引いた時とかも絶対トドロキ踏んでるんですよ、私トドロキ運やばくて、でもぜ全部こう私12週とかでもトドロキくん引くんですよ、えぐらいもうトドロキくんのこう引きがめっちゃすごいんですけど、でももうね出ないのリザードンは絶対に、そうちょっとまあでもあの本当に全部まんべんなく引いてて、もうピカチュウとミュウツーと、ね、リザード出ればいいなっていう
ラプラス、ね、出たんですけど。そう、出ないんですよ。私の推しポケモンはあのニミロルです。はい。私でも本当ゲームとか課金しちゃうので、結構ツムツムもやばかったんですよ。ツムツムはもう結構ねやっちゃってましたので、なんか気づいたらこう手が勝手にみたいな結構あって、そう、え、もう本当にツムツムは私本当に自信あります。もうめっちゃうまいと思う。ツムツムはもうやばいです。はい、やってるよ最近。でもあんまやってないんだけど。ツムツムは多分この今見てる方よりの中で誰よりも強い自信がある。っていうのはあれですけど、なんかスコアどれぐらいいったかあんま覚えてないんですけど、どれぐらいいったかな。でもスキー本当に強い人多くて、そう、毎回こうランクがこうなんかこうなんていうの、戦ってる。最近ちょっとやれてないんですけど、ちょっとやりますね。でもね、ツムツムとかあれやってる場合じゃないんですよ本当に。あの、覚えないといけないことたくさんあるんで、ちょっとやります。テトリスも、そう、テトリスも得意だし、そう、あの休業中テトリスたくさんやってて、もう本当になんかなんていうの、無心でテトリスずっとやってて、そう、それぐらいね、ゲームは楽しいですよね。つむつむやり始めるとずっとやっちゃう、わかる。私はあのずっとやっちゃうというか、なんかめちゃ1回のプレイ時間がめちゃ長くて、つむつむなんかジャック&サリーを使ってるんですけど、ジャック&サリーのスキルマレベルマみたいなのを使ってるんですけど、もうやばくて、なんか1回のゲーム時間が30分ぐらい、30分はもったかも、25分ぐらい、もうなんか終わらないのずっと。なんかすごいね、あのだから時間がある時本当に週1ぐらいでもうこの1回にかけるっていう時にやってますけど、たまに。でもその時の顔多分すごい顔してると思う。すごい顔してると思う。スイカゲーム。スイカゲームね。スイカゲーム懐かしい。スイカゲームやってたよ。なんか大きくなってくるんですよね。私スイカできたことなくて。でなんかすごい嫌だとかやめた。なんか桃の次がパインで、パインの次がスイカでしょ。スイカが一生できないの。そのパイン2個作れるのに、なんかもう本当にこの辺にパインができちゃってみたいなっていうのがいっぱい。あ、メロンがあるか。でもメロン2個は作ったことないわ。あれ、パイの次にさ、スイカじゃないんだね。みんな詳しい。さすが。すごいなんかたわいもない話しててあれですけど、ありがとうございます。みんななんか私のなんかハマってることについてきてくれて。なんか寒い、ほんと11月寒いんで、もう後半とか超寒いじゃないですか。だからあったかく、私もダウンデビューしました。なんか炎に今日なんか早くないって言われて、
いやでも11月だから早くないですよね全然ね。めっちゃ寒いから本当気をつけてください皆さん。超あったかくしてもうもこもこの格好でずっといてくださいね。それが無理だったらもうヒートテック10枚必須です。今週また暖かくなる、それはやばい、それはやばいですね。ヒートテックもう着てるん。まあでもヒートテック大事だよ。ヒートテック大事、そう。ヒートテック10枚どうなっちゃうんだろうね。最近はでもサウナとか結構行ってるのでちゃんと体を温めることをすごい大事にしてますね。家でも靴下ちゃんと履くようにしてるし、そう、寝るときは足を出さないようにしてるし、なんか首がつくとこから冷えてくらしいんで気をつけます。私ほんと末端冷え性でも今も超手冷たいんですよ。そうだからね。皆さん、うん、あのしっかり暖かい格好でいてください。あと、そう、あの今日もね、あの防災のお仕事させていただいたんですけど、あのミッド FM さんの方でスケイフォーデート、じゃあキャプテン和樹のスケイフォーデートとアセンブっていうラジオさせていただいてるんですけど、皆さんメッセージ送ってください。お待ちしてます。多分聞いてくださってる方たくさんいると思うんですけど、あのメッセージがたくさん来ると何か企画があるとかないとかなので、ぜひ送ってください。ゆうかたんさんと握手するとき、あ、なんでもいいですよ、メッセージなんでもいいんで、ぜひあの防災のコーナーじゃないところで読むので、本当になんかね、日頃のなんか悩みとかなんでもお待ちしてます。なんかホームページというかアプリのとこから送れるので、本当に気軽に送ってください。続いて、ゆうかたの次の出演公演まで2週間、え、そんなにあるの？23日のあの女性限定公演かな。でもこのまひこさんのあのみかんのむき方に出させていただくので、はい、楽しみに。でも確かに劇場公演は女性限定公演だね次。そう、ちょっとね、あの公演が少ないんですけど、私たちその間にしっかりあのやるべきことをやるので、皆さんあのちょっとだけ我慢しててください。まひこさんが最後に心を開かせたい枠、もう十分開いてますよ。まひこさん、まひこさん、そう、でも本当になんかまひこさんに未だにこういじられるというか、まあなんかゆうかたんなんか緊張してるでしょって言われる。いやもう緊張しますよ、だって大先輩ですし、私本当に好きに入る前からもう超知ってる方で、しかもなんていうの、私のイメージとしてはこの間もあのトーク一緒になった時にお話したんですけど、まきこさんはなんかあの名古屋ドームかなで、あのバズーカ砲発射のセンターをやられてるイメージで、そう、そのキラキラを忘れられないから、私はもうそのイメージなんですよ。もうキラキラトップスターっていう、そう、本当にレジェンド。そうだから緊張しちゃうんですよ。だからこうやってね呼んでいただけるのがすごい嬉しくて。そう、でも私本当に先輩には基本的にこういう感じなんですけど、あんまりこうね、こうなんていうの、こうやっぱ先輩っていう
感じなので、まあ自分のこういいとこっていうかでもあり悪いとこでもあるなっていう感じはするんですけど、泊まりに行こう。いやもうでも緊張しちゃって、もすぐあゆかたん買いたいんでしょって言われちゃうからダメですけど、いやでもね最後にこうやって呼んでいただけるの嬉しいですよ本当に。寂しい。いやでも実際考えてみてください。あのね私11歳で入って、こうマキコさんやっぱりすごい怖かったですよ。あのやっぱり 大先輩だし、ダンスもキレキレだし、こうでなんかやっぱりいろいろ指摘もしてくださって先輩の方で、当時すごいね、なんか怖かったですよ。もちろんもちろん怖かったです。先輩はもう怖かったです。それはあの距離が近くなかったからなんですけど、なんか同じチームにこうね入ってからはまあそう長くさせてもらってるんですけど、やっぱり先輩っていうイメージありますので、でも超楽しみ。なんかもうねいろいろ内容とかも来ててワクワクです。ともちゃんはもうね、ともちゃんもあのレジェンドですから、もういろんな意味でやっぱもう面白いな。なんかでもこうやってね今チーム E でこうやって入れてるのもね、もうなんか大切にしていきたいなって思いますよね。ね。もうそろそろでも11時あれしたのか、11時超えたのかな。なんかみんな大丈夫ですか、寝ない寝ない、なんか明日からおもう10あと1分で11時なのね。なんかみんなあれじゃないですか、結構あの明日月曜日だしもう寝なきゃ明日仕事やばいみたいな人絶対いるじゃないですか。私は明日ははい明日は休みです。イエーイ。でもやることたくさんあるのでちょっと片付けます。やることをしっかり、部屋の掃除もしないといけないんですよね。でも今日は日曜日だったから来れた方もね多分いたと思うので、ね、まあでも11月も12月ももうめちゃくちゃ楽しみなことたくさんあるんですよ。だからプライベートでもだしお仕事でもだし、もっと見てたいです。ありがとうございます。じゃああと15分ぐらいやって寝ますかね。はい、ショールームログインできてよかった。そうそうなんです、あの時はちょっとお世話しました。ショールームして、そうショールーム結構あのなんていうの不定期でやってるんですけど、あ、そうアイドルスクエアこの間3日前か2日前かにやったんですけど、
ありがとうございました。来てくれて、私アイドルスクエア2年ぶりだったんです。しかも TDC も多分めっちゃ久しぶりに行った気がするんですけど、懐かしかったですね。すごい、もう私もびっくりするぐらい東京が寒くて、もうなんかびっくりしちゃった。あんな寒いんだみたいな。まあ名古屋も多分名古屋より寒い気がする。でもめっちゃ寒くて、なんかでもあのライブが暑すぎたんで、もうそんなこともう忘れたんですけど、でも本当にそのセットリストがリハの時にクマさんと一緒にやっぱやばいですよねこのセットリスト話したくらい、なんかもう MC がもうちょっとねあの長めに撮れたらよかったんですけど、マジでもう暑すぎてなんか全然サウナ5回入った人ぐらいもう本当に暑くてびっくりして、あでもクマさんも思ってるんだった、私もあのま、の考えをこう間違ってなかったなと思うんですごい嬉しかったんですけどくてね、いやでもイスキーらしくてよかったです。結構でもね尺いただいてて、そうそう私本当になんか結構頭の中でっていうか本番前にめっちゃ練習してて、多分軽く20回は練習したと思うんですけど、でもなんかもう暑いのとそう緊張となんかもう全部あうまく言えなかったんです、煽りを。そう、それがもう本当に悔しくて、もう試合なんか新幹線の中でもずっと息をしててでもうなんかあそこもっと絶対なんかすごい盛り上がってたタイミングだったから、いやでもファンの方はすごい盛り上がってくださったんですけど、こう自分の中であのすごいあもう絶対もっとできた、もっといけたって思ってめっちゃ悔しくて、なんかあんまライブとかこう煽り任せていただくことあんまないから、なんかすごいありがたいなと思いながら頑張ってたんですけど、ちょっとねもうちょっと頑張ってもうちょっと頑張れたその後のバンザイヴィーナスの記憶がもうゼロですってぐらいやっぱね引きずっちゃいましたけど、なんかそのこと考えてたらもう名古屋ついてたみたいなね、めっちゃ頑張って練習してたんですけどね、やっぱ私上がり症でちょっと緊張しちゃってましたけど、これまたちょっと経験ってことですね。ちょっと本当にめちゃくちゃ反省してました踊ってる時の記憶あったよもちろん、だけどあのなんていうの、踊っている時は記憶あったんだけど、もう今思えたらバンザイヴィーナスの記憶が思い出せないいやもっとねあと一歩でしたね。ちょっと私本当に緊張しいなのでちょっと改善点、21歳頑張ります。はい、21歳、もうちょっとあのしっかりします。うん、いや本当にちょっとねあこういうのねこう言わずにこうなんていうの、いやなんか自分がなんていうのすごい練習してたからこそもうそこが結構私の中でなんかパフォーマンスとかは結構もう楽しけろって感じだったんですけど、だからあごめんみんなすごいバッドモードになっちゃったいや今は本当にあのあれなんですけど
たまにねこうちょっとあちゃーってなっちゃうんで、そうこれはやっぱ大人になるべきだなっていう感じですね。でも優しい、みんな甘い甘すぎる。自分に厳しく頑張ります。21歳拳で。まあでもなんかちゃんと次頑張ろうって思えたのはいいことだなっていう、ポジティブに捉えるとですけど、まあ別にポジティブに考えてるあれじゃないんですけど、すごい。でもなんかみんな人生何回目ですか、なんか何周目、なんかすごい大人じゃない考え方が。私本当にそのみんなのこのなんか考え方をしっかりこう吸収しなきゃいけないね。私はなんかこうバットモードに入るとこうバットバットバットバーってなっちゃうんで、もうそのままこうなっちゃうんですよ。もうね、もういく、もうなんかなんていうの、下がるとこまで下がりきって次の日起きて引きずってみたいな。いや本当だからこれはこう課題ですね。21歳もっと次につなげていくという難しいよね。うん、だからみんなのなんかこういう意見とか、みんなでもあれじゃないですか、性格が私の好きな MBTI がみんな違って、性格もみんな違うし、ね、顔もみんな違うし、だからいろんな意見がねみんな飛び交う場所だと思うんですけど、聞けるのでそういういろんな意見を、ありがとうございます。いつもで21歳はしっかりします。はい、なんかでも結構20歳もそういうことがありつつもこういう感じで結構それも楽しんでた感じだったんですけど、そうだから21歳もちょっと継続していきます。そこはみんな優しい。ほんでなんかサーフなさいきなんかありますね、これまだ覚えてないからちょっと分かんないんですけど、ティンティンティリティンティンみたいな、ティンティンティリティンティンみたいな、この間ルーちゃんに教えてもらったんで、そのちょっと頑張らなきゃ。はい、楽しみだな、シャッフル公演。まだ何も覚えてないけど、そうフフ11時10分だって、おめでたい。11月10日11時10分おめでたい。で私6時11分に何秒かは知らないんですけど生まれたんですよ。だから本当にもう本当に21歳、もう正真正銘の21歳です。あ、まあ、かといって0時00分が21歳なわけじゃないんですけど、でもまあ18時11分なんで生まれたのが正真正銘の21歳です。あ、スクショタイムしよう、来たよ、さっきスクショタイムしますかみたいな。ちょっとリップだけ塗りたいなって思うんだけど、リップはないんだ。あれ、さっきはだったんだけど、
片付け切れてなくて、ちょっとね、あのお姉ちゃんの荷物とかは結構置いてあるんですけど、片付け切れてないのでリップやめます。 OK、 はい、以上。これの上がってきちゃうの可愛いけど、はい、色ある？なんかないくない？ちょっと待ってくれ、やっぱリップが必要だ私には。ちょっと待ってね、え、待っててくれる？よいしょ、結構荷物が散乱してるんです。よいしょ、これはハタゴンがなんかジャカルタ行った時にくれたリップ。え、結構濃い、え、よくない？可愛くない？ちょっとなんか馴染んでない、まあいいや。 OK、ということで写真も撮りましょう。21歳、またシャツが上がってきちゃった。こっちか。ん？こっちか。上がってる。どっちが逆？これが？待って待って、どっちが分かんなくなっちゃった。ちょっと待って、ちょっと一回コメントのあれストップするね。ストップって言って、みんなストップからの1番がこれね、で2番がこれね、右手が2、これだ。待って、1番がどっちか分かんなくなっちゃった。一番はどっち？こっち？合ってるね。はいはい、ありがとうございます。分かんなくなってたので、はい。もうなんか面白い。なんでそんなに面白いんですか？通常タイムです。はい、続いて目線 OK、 続いて目つぶったら寝たって言わないんで、寝てないんで、なんか別に寝てもそんな眠たいし。続いて何しますか？でもケーキ食べてないんですよ。私ケーキあんまり好んで食べないんで、じゃあケーキちょっとの誰かに乗せといてください。別にあれなんですけど。ふーってケーキふー。ふー。これにケーキ乗せといてください。そして拳、21歳、拳でみたいなのありますもんね。22歳か知らないけど、あと何がある？
猫。もっと可愛く、もっとなんか可愛くいきそう。なんか恥ずかしいかも、すごい今すごい恥ずかしい。これだってさ、スクショしてない人とかもいるでしょ絶対。めちゃ恥ずかしい、めちゃ恥ずかしいんだけど。まあいいや、ベイクンポーズ。ブイブイ、これブイクンポーズ。みんなあの撮影会とか1月にあると思うんですけど、ブイクンポーズしよう。これ V で、こっちでいいの。怖いかな、これめっちゃ怖くない、これめっちゃ怖くないですか。発明家だ。あと何があるかな。あとあとみんなありがとうのハート。ウインク上手じゃない。え、逃げたかな。ギフィーポーズそんななんかいいんですか、あの MC ギフさん、この間お世話になったんですけど、めっちゃかわ、なんかみんなにめっちゃ可愛かったって言われて嬉しかった。みんなね上手に撮りますね本当に。ギフィーポーズ、はい。今日はもう誕生日なんで皆さんのあのお願い何でも聞きます。モリコロポーズモリコロポーズ、なんかこういう木みたいな、こういう感じか。あ、こういう感じじゃない、なんか みんなこうなってる。これいるいらないでしょ。悪めの猫、悪めの猫ちゃんはね、うん、ちょっと私本当にあゆかぴょんがこういうのに上手みたいな、みたいな、みたいな感じじゃない？みたいな。表情筋私本当にないんで、多分あるかな。カジケンポーズ。チームイー負けない、ね、あれいつ結果出るんだろう、ちょっと楽しみすぎる、早く知りたい。あとさっきねめっちゃいいのあったんだけど、なんだったっけ、ハート覗いてるやつ。これ私が開発した、これ本当に恥ずかしいかも。なんか家で今この部屋一人なんですよ。でなんかこう、あ、めっちゃ恥ずかしくなってきてた。これちょっと内緒で、これ内緒でお願いします。からこれでじゃあ終わりかしら。みんなたくさんお祝いしてくれてありがとうございました。本当になんかね、本当にただの一日をこんなにも華やかにしてくださってありがとうございました。すっごく幸せな一日でした。こんなに都会にしてくださって、なんかこのさ、これもなんか懐かしいね、まあ、1年越しだからもうそれ懐かしいんですけど、ありがとう、たくさん。ゆいさんもよろしくお願いします改めて。
くさん。楽しい幸せな一日でした。また絶対に21歳11月もたくさんイベントあるし、12月もあるので、皆さんのなんか癒しだったり、こう頑張れるもの、活力みたいなものに慣れてたらなと思いますので、これからも頑張ります。ありがとうございました。本当にたくさんのお祝い、またこう生誕祭とかいろいろ決まったりとかしてしたら、その時またねお祝いしていただけたらと思います。お知らせでごめんなさい。ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。ありがとう。バイバイ。あ、これいつもやるんだよね。ちょっとどこだっけ、これか。バイバイ。おやすみなさい。